じゃあ夏そこに置いといてくれるか。さあでは皆々改め、わしが天下御免の歌舞伎者、綾田圭一、陣笠対夏でございます。我ら名古屋おもてなし武将隊はぁ、おー、割と長めの拍手、嬉しい限りじゃのお主らの拍手のおかげで1万人ぐらいはおるように見えた、はい、さあ、改め我は名古屋おもてなし武将隊であるが、これからの15時からわし前田圭司による10分でわかる歴史授業というものを行ってまいる。今日初めて名古屋城来たよっちゅうものは初めて、おー、どっから参ったんじゃ。大阪です。河内の国からなるほど、粉もんばっか食ってそんな肌白いのか衣をつけとるような色になってるけど例えばこの大阪の地でいうと梅田というのが非常に有名な場所がある、繁華街であるわな。これはもともと梅田田んぼと書いて梅田という漢字を使っておったところ、豊臣秀吉様が治めてから縁起が悪いから縁起のいい神社はないかということで近くにあった天神様、つまり菅原の道真公の梅鉢から取って梅の田んぼにして梅田と名前を変えたんじゃ。知らんかったじゃろ。そういった話を今からいっぱいするでのためになるということで、では早速な授業の方やってもらいたいが、我らはな名古屋を世界一の観光都市にすべくこの名古屋城拠点に戦っておる。まあ今回な面白かったよっていうものがおったらば、ぜひともその様子とかもな、お主はあの SNS なるもので拡散もしてもらいたいなと思うとる次第じゃ。時に何か授業中わからんことがあったら遠慮なく手を挙げて質問してもらっても構わんでの。見てみよう、空からも授業を受けるものがやってきた、うん、まあ通り過ぎたでそういうことではないということさあでは今何時じゃ夏。はい、ただいま3時8分でございます。ということは18分まで授業をやってまいり、その後は港な1対1で写真撮影する時も設けてまいりで、ぜひとも最後まで受けてもらいたい。では夏、修行の合図をおばいたせ。刑事の10分でわかる歴史授業、いざ開講手書きじゃさっきやったばかりじゃさあいったところで、こたびの題目は戦国時代の夏ってどうなんという話をしてまいろうと思う。まあ中央というものはもそっとな地区を寄って見てもらってもよいからな、後ろのも見やすいちょっとだけ、みんなもう一度だけな前に進めてまいろうか。さよう、近づくとわしのいい匂いがするさあではまずはな、みんなとも話しながらしてまいりたいんじゃけども、じゃあ大阪のものよ、戦国時代夏って今とどう違うと思います。まず、気温が低そうです。お、気温低そう。お、気温低そうだと思うもの。じゃあ逆に高いと思うもの、戦国時代の方が。あ、それはいないと。だからこれは結論申すと今よりも低かった。でもそれこそお主はもう聞くかもしれないな、地球温暖化という。だ今の方がどんどん暑くなってるわけじゃな。いや、わしらの時代どのぐらい今より気温低かったと思う。じゃあ隣のお主、女子、女子よ。はい、10度低い。優秀であるな、さよ、5度から10度ぐらい低かったわけなんじゃな。だ結構低いと思うわな。今は夏は猛暑日と呼ばれると、もう40度近くの町もあったり、この名古屋城もな38度とかな、石畳じゃ体感はもっと暑く感じるぐらいなんじゃが、今よりも随分涼しかったわけなんじゃ。じゃが考えてみよう、今はお主ら便利なものがいっぱいある。例えばエアコンのこの空調と呼ばれるもので冷たい空気がふわさーっと出てくる。おいで屋根もいっぱいあるの。さすれば涼しいところもいっぱいあるわけじゃない、現実は。わしらの時代はそれがないわけよ。ということはわしらはどうやってこの暑さをしのいでおったのかという話なんじゃな。ではお主どうやって暑さをしのいだと思う。何かあるか。あ、お主何か考えつく。昔水まいたり。あ、打ち水じゃな、まさに。
これな、江戸時代とかよくやっとったんだな。だからこうな、桶とかに入れてパシャーと水かけてな、これはみんなやっとったわけなんです。しかも昔っていうのは長屋というて、こうお家同士がくっついてるわけなんです。だって朝な、みんな同じぐらい起きるの。お主らみたいに目覚ましがないから、だいたい火が出てきたらバー起きてくるから、あ、どうもこんにちはって言いながら、これが近所の挨拶ってやつなんだな、始まりとしては。こうこれで交流ができたわけ。もちろんそれも大切じゃ。じゃが、打ち水ずっとしてるわけにもいかんし。だから例えばここに一つ出してくるのが、こう量を取るというので、お主らが意外だと思うものが、今現世でも冬になると、皆が絶対じゃないけども結構な割合で縁起がいいみたいな感じで飲んどるものがあるんじゃけども、それを実は戦国時代は夏に飲んでおったという。これなんか想像つくものおりもうす？一生懸命考えてくれんぞな、一番なお主。もうもう体こっち向けてええ言うて、自分の人生の中でそんな時あったかなぐらいだな、塩梅で考えてくれる時も。これ何かと申すと、甘酒なんじゃない。甘酒、甘酒どちらかというと今は冬にお祭りとかでな、配られて、まあ、わっぱでも飲んでもええよみたいな塩梅飲むと思うんじゃけども、実は甘酒というのはただの酒にあらず、今でいうとスポーツドリンクのような、非常にアミノ酸が多く栄養価が高いということで、いわゆる熱中症対策にものすごくいいもの。実は現世では飲む点滴とも呼ばれてる。俺おなご自分の便に塗っとる場合ではない。もうええけども、綺麗な彩るのええけどもな、もともとの綺麗じゃから大丈夫じゃぞ。という、実は冬に今飲んどるけども夏に飲んどったんじゃよと、戦国時代の時は。で、他にはこれ氷室と、あれじゃ有名なアーティストではないですよ。氷室の京介ではないからな。氷室って何か分かるかな、これ。氷室分かります？氷置いとくとこ。さよさよさよ、氷置く場所。今で言うと冷蔵庫みたいなのが一応天然のものかな、戦国時代あったのよ。今はもう当たり前じゃん、俺ね、冷蔵庫ガチャッと開けて冷たいものを取り出したりとかな、凍っとるものを取り出すとかいっぱいあるけども、もちろんそういったものはござらんで、山とかでできるだけ冷たいところは穴掘って、そういう場所を作って、で、できるだけこういうような氷とかを入れて保管するのよ。そこから切り分けて氷というものをこっちに引っ張ってくるわけよ。さあ、ここでみんな気づいたと思うけど、氷というのは戦国時代にものすごく高価なものだった。今お主はもう水入れてな、置いといてガコンって入れとったら、だいたいもう1時間もすればもう出来上がったでバリバリってなってな、もう何回も作ることできるけども、そんなことはできんかな。ここじゃったらもう山があんまりないんじゃけども、もう山の方にしか氷室って基本作れんゆえに、そこまで誰かが行って切り分けて、もうやべ、これもう冷たいけどもって、でもこれ溶かしたらいかんしっていう状態でお殿様のところに持ってって、できましたって言って大義であるってポリポリ食ってもう終わりちゃうからな。でもこれは実は大名しか食べることができなかった。だからここに今いっぱい集まって、今日名古屋市多分な、入場者どんぐらいじゃ、5000人ぐらいあるかな。5000分の1食べれるの、わしだけじゃから。おなしは食えんからな、どうわしが目の前にこれボリボリしとんの、わーと思いながら見てるしかないから。ただ、わしらよりも偉い方がおるな。誰かというと、朝廷は天皇様とかが偉いわけ。天皇様たちは6月1日、そう、明日、絶対氷菓子を食う日なの。おなしら明日から衣替えみたいな考えがあると思うけど、天皇様たち明日、みんなでもう必死にな、しもしもと持ってきたやつを明日みんなで食べるって。でそこからこうな、あ、季節が変わったよというお告げをするという日でもあるの、実は明日。で明日はお主らも氷食ってみ、私も天皇かもしれないって気持ちがちょっと味わえるっていうな、あ、天皇様慣れたかなっていうのが実は6月1日である。で他には何があるかというと、やはり夏といえばお祭り、お祭り好きなもの、あ、素晴らしいお祭り。名古屋もね、いっぱいたくさんお祭りあるから、ぜひ今度名古屋の祭り来てほしいんじゃけども、なんか有名な夏祭り思いつく？夏祭り、花、淀川の花火。ああ、お前はやっぱ関西人じゃな。ちょっと名古屋のこと言うてもらってもええのに、やっぱり地元のことを言うてくるっていうな。まあ、素晴らしい淀川な、素晴らしい。この
夏祭りというのは実はもう戦国時代もあったわけじゃな。で今はなこういうななんじゃろうかなんか売るたこ焼き売ったりとかするだろうな。バーっとこう出店なるものがあって売ったりするんじゃけども、出店なるものはあんまないわけじゃな。わしらの時代はあっても境内っていう神社の中とかにちょっと販売するものあるぐらいなんじゃけども、ただそれ神社とか使ってもなお祭りをわーってやるわけなんじゃけど、何が一番楽しかったってコスプレ大会なんだ。そうなんだ。でもわしらの時代がコスプレというのはもう普通になって、いやもう暑いわけじゃん、もう暑いからもうやっとれんわけだな。ほんまなんか暑いなーと、なんかはっちゃけたいなって、だいたいお主らだったら今ビール飲んだりとかしてうめえなーってやっとるような感覚がわしらも仮装するっていう。いや普段の格好もやめて、だから物のふじゃったら百姓の格好をしてみるとか、うん、あと化け物とか、だからなんちゅうの今の時代で言うと鬼滅の刃鬼やるみたいな、鬼やって子供うわーってやっていくみたいな、もしくは女子に女装するとか、おなごじゃったら男装するみたいなやっとる中で、これを一番はしゃいでやっとったのがまさかの織田信長様と。織田信長ととにかく女装が大好きで、女装が好み。ただ信長さんかつてから背が高かったゆえに、いやあんなでかい女いねえだろみたいな感じが、あからさまにな、いくら髪がわしゃいで長かろうが艶やかな椿幅やろうがやっぱちょっと体格がいいわけだな。日頃水泳はする、山登る、ムキムキの体でお腹の格好されてもあれは近づかない方がいいなと思ったら、尾張の殿様だっていうことで、尾張の国はもう領主だ、一番偉い方が今で言うと名古屋市の河村市長自らコスプレしてやるから、みんなちょっとみんなもやろうかみたいな攻撃があったわけで、そういうのはこうなんかいわゆるストレス発散、やはりなこうなんか溜め込んだものを出していこうかっていうのでうまく回っとったわけ。じゃあこううまく回ってるけども、わしらの時代の本懐何かというと合戦なわけだな、戦い。じゃあこの夏の時期合戦はどうしとったと思う。夏の合戦、夏の合戦、仮装していかんぞさすがに、さすがに女子の格好していざ出陣用なんかはないからな、さすがにみんなついてけんから、いやちょっと大丈夫かなって思うわけ。これは実はあんまりせんかったんだな。ああそうなん、田植えの時期というのはあんまり合戦しないのよ。なぜかというと、実はその軍勢の大半が百姓なのよ。みんなわしらのような武家がやってるかと思いきや、もう8割ぐらいは百姓なのよ。一般ピーポーが参加するっていうか、もう農業のやつが参加するで、すいません家で仕事があります、関係ねえ来いとはならんのよな。なんでかというと、そいつが作ったお米でみんな生活しようで、そりゃ困ったなと、じゃあ田植えちゃんとやってから合戦しようかってなるわけなんじゃな。ということで田植えの時期はできるだけ外したいから4月から6月はあんまりせんのよ。よっぽど攻め込まれたらそうやな、あ 火の粉払うじゃないけど戦うけど、自ら遠征して戦おうかってあんまりならん、大変じゃからほったらかしにしてしまうことになるからな。で逆にあと言うと稲刈りもあんまり戦えん。稲刈りしようときもな、じゃあ行ってきまーすって言って誰かが勝手に稲刈りして、敵軍が米なくなると大変なことだからな。お主らで言えば通帳置いてて残高ゼロみたいなことになってるから、これは大変じゃーっていうことだから、そういう時期は合戦しないってことで、実は夏というのは意外と戦いが少なかった、これを覚えてほしい。ただわしは何と戦っとったかと、人とあれおはようだ、あら半分ぐらいじゃだな。俺はゲストでなんて言うかしてる。チャイム。しまいということで、皆さんいかがであったか。いや勉強になったかな。まあ続きは良かったらこの後の写真撮影終わってからな、聞きたいものがあったら簡単に話をさせてもらおうかなと思います。まあ、わし前田刑事はこのように平日は南谷でできるだけな歴史文化の発信をして、まあ、少しでもな歴史というものが楽しいなと感じてもらえたらいいなと思ってる。南谷もこの歴史を学ぶこと、何がいいかというと先人であるわしらの失敗や成功談を学ぶことができる。そうするとお主らがこれから人生歩んでいくときに、あこういうことすると失敗するから、こういうことすると成功しやすいんだなっていうことを覚えてもらうと、より豊かな人生を送れるのかなと思います。よりわしの歴史のな話とか気になったものはぜひ YouTube チャンネル登録もしくは TikTok であったりと SNS やっておりますので、
ステージとそういうものを見て、また名古屋城にも遊びに来てもらいたいなと思います。 YouTube あと1000人で1万人となってるで、よろしゅう頼む次第じゃ。ではこれからはな、写真撮影と参りたいけど、まずはわしとなってたけどな、ここで構え申すで、よかったらわしとなっての姿を撮ってな、うん、その後に共に一緒に写真撮って参ろうではないか。では夏、数を数えれますか。はい、みんなの方に目線配って参るね。こちらからずいずいずいと参ろうか、はい、では5つ全部で数えて参ります、うん、参ります。1つ2つ3つ4つ5つありがとうございまする。うん、からくりがないからな、もう目線だけを一緒になかわすというな、見ていただいてありがとうございます。さあといったところで、これからな、一緒に写真を撮ってちょっと交流したいなと思います。でそちらの所注意は夏がいたしてまいりで、夏の案内聞いてくれるかみな。あ、ではこれから刑事様と一緒にお写真撮っていきたいと思いまする、うん、写真の代わりに花王と言いまして、400年前に武将様方がこの書状の一番最後に自分が見ました、書きましたという印として、花王現世のサインというものも書いておいてでございました。写真じゃなくてそっちの方が欲しいよという方は、写真の代わりとしてしたためていただくこともできますので、写真か顔かどちらか一方をご所望の方を刑事様に教えてくださりませ、うん、では今から1列列を作ってまいりたいと思います。お時間なき方や初めて来たよという方、うん、そういった方を先に取ってまいりたいと思いますので、うん、時間が許すよという方はもう少しお待ちいただければなというふうに思います。では席の移動を開始。